あ、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 あ。皆さん、ニュースが来ました。ニュースが。バンカラ代表イカシャ3人組、スリミ連合からのお知らせです。まあ、僕は多分前に動画で出したことあるんですけど、もしかしたらフェスじゃない？臨時ニュース。ほら。ほら。フェスの地響きが鳴っております。ちょっと喉ガラガラでごめんなさい。なんか最近、忘年会がたくさんあったので、もう声ガラガラになっちゃいました。カラオケとか行っちゃって、はい。来たね、フェスが。俺何か悩んでんだよな、本当にチームを。お題は、何か、教えてくれ、スリミ連合。フェスのお題は、好みの味は辛い、甘い、酸っぱい。のどれかでしょう。あ、どれでしょう。ごめん、もうガラッガラでごめん。皆さん好きな、味っていうフェスですね。なの、左から多分、風花ちゃんが辛い。打つ方が甘い。で、万太郎？いや、エイさん。エイさんは酸っぱいんだ。んー、でも甘いが多そうだな。打つ方ちゃんがなんか多いイメージがある。酸っぱいが少なそうなイメージあるんだけどね。さあ、俺どうしよう。全部好きなんだよね。クリスマスに、ケーキを食べてから甘いのすごい好きになって、もともと辛い方が好きだったんだけど、酸っぱいのも、まあ、時々食べるにはいいかな、みたいな。レモン。レモンが好きだからね。えい、思い浮かべるだけでよだれもの、確かによだれが出るのは酸っぱいんだよね。梅干しとか、レモンって聞くだけでよだれ出るじゃないですか、皆さん。で、辛いのわさびか。いや、俺、辛子の方が好きだな。おー、風花ちゃん。風花ちゃんは辛いもの。打つ方。打つ方は甘いもの。見えないな、甘いもの食ってる風に。辛いも、どちらかというと辛い方が好きだ。カレーとか好きだよね。万太郎は、何も食わなそう。なんか微生物。プランクトンとか食ってそうですね。麻婆豆腐美味しそう。いや、ケーキにプリン、プリンは好きだな。甘い。いやー、なんかみんないい。おい、酸っぱいのって、ヨーグルト酸っぱいのか？ヨーグルト酸っぱいのかな？でも一番強いのは甘いでしょ。ね、気になる。気になる。これ投票もできるのかな？あ、できる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 ！皆さん、投票できます、もうすでに。で、フェスティちょっと見ていきましょう。辛い。甘い。酸っぱい。赤、紫、黄色ですね。どうしますか？これ皆さん。決めましたか？これだけ見て決められるのか？ごめん、みんな、俺すぐ決めるのには時間がかかりそうだ。まだ決まってない。実はまだ決まってない。投票はしていきたいんだけど、決められないので、ちょっと考えて、よく考えて決めたいと思います。みんなもコメント欄で、どっちのチームに入るか教えてください。比率も気になるな。一番甘いのが多そうなイメージはある。酸っぱいが逆に少ないイメージがあるんですけど、ちょっとうなちゃん視聴者の、コメントをお待ちしてます。どんな比率になるのでしょうか。楽しみにしておきます。